さあ続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさん、最近高齢者の方の一人暮らしが増えて、まあ、それに伴っていろいろな問題が取り沙汰されるようになりましたよね。そうだね、ちょっと心配だね。うちの袋もね、含めてね。お母様のこともね、よくお話されてますもんね、はい、そうですよ。さあ次にご紹介しますのは、事故物件や空き家物件などさまざまな物件を取り扱っています、こちらの企業様です。私たちの暮らしを支える住居、多くの時間を過ごし多くの思い出を作り出す、人生を通じてかけがえのない場所であり、誰にとっても欠かすことのできない存在である。しかし近年増え続ける住み手を失った空き家問題は、社会全体で共有する大きな課題となり、新たな入居者を迎え入れる体制が早急に求められていた。そんな時代に新たな住居の形を掲げた男がここにいる。株式会社キシラ代表取締役、キシラ圭介。誰もが心地よく住める住居をテーマに、あらゆる物件に対して徹底したアフターケアを行う株式会社キシラは、事業の柱となっているきめ細やかで迅速なサポートによって、入居者すべての満足に寄り添った快適な空間づくりを実現し続けている。今回はキシラ圭介をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。株式会社キシラ、起業されるきっかけって何だったんですか？そうですね、もともと祖父がですね、不動産を何とか持っておりまして、まあ、不動産業を生業にしていたっていうのがありまして、はい、将来的にその不動産の勉強をして、自分も会社やりたいなっていうのが、まあ、ざっくりとこうあって、はい、自然にそちらに導かれるように、導かれるように、ここっていう時でやりました。はい。岸田さんのところはある特徴のある物件を預かってらっしゃるそうなんですよね。そうですね、はい、まあ、もちろん普通の住宅だったり土地も扱っているんですけども、まあ、積極的にそのいわゆる事故物件、まあ、簡単に言うと人がお亡くなりになった物件を積極的に扱っております。お年寄りが亡くなったとか、そうですね、まあ、その事故も含めて、はい、そういうあれですか。ああ、なるほど。そういった物件は、はい、どういった流れで他とどういうふうな違いがあるんでしょうか？いわゆるその事故が起こってしまうと、その重要説明事項に載せないといけないので、やっぱり説明する義務が生まれるので、はい、まあ、そこを見られてやっぱり値段は下がってしまうんですね、まあ、そういうところも加味して、そういうのを積極的に買ってくださる方だったりとか、いわゆる生活保護の方の賃貸物件としてですね、扱っている会社さんなんかとネットワークを組んで、一緒に解決していこうという形を取っております。その事故物件を扱おうっていうふうに、思ったのはなぜですか？まあ、事故物件もそうなんですけども、まあ、特殊清掃だったり遺品整理というのも一緒にこうワンストップでやっていこうと思っておりまして、遺品整理、そうですね、まあ、なんでかっていうと、まあ、身内の人間が亡くなった際にですね、まあ、その整理をしてくださった方がいたんですけど、そこがあまりよろしくなかったんです。ちょっといいのがあったんですけど、その、はい、シャンデリアまで行かないですけど、はい、そういうのが持ってかれちゃったりとか、そういうのがそういうこと、もう事実ちょっとあって、まあ、それだったらその信頼できるパートナーをでネットワークを組んで解決していけたらなというのは一つあります。ここで他にはないキシラの強みについて話を聞いた。事故物件が発生して、そして清掃してリフォームしてっていう、この流れをワンストップでやってらっしゃる会社ってなかなかないんじゃないですか？はい、そうですね、結構専門的な仕事になるので、例えば事故物件を強みにしている不動産会社さんだったりとか、まあ、特殊清掃をやっている職人さんだったりとか、まあ、そういった形で、まあ、個々にこう強みを持っていらっしゃる方は、まあ、いらっしゃるんですけど、
そのワンストップでやってる会社さんっていうのは少ないと思います。うーん、まあ、私が今いる足立区もその超高齢化地域の一つではありますので、まあ、そういうところから一つ地域密着でやっていきたいっていうのがあって、まあ、いわゆる空き家、その事故物件増えて処理、適切な処理をしていかないと、その空き家が増えていってしまうんですね。で、空き家が増えるとその地域の景観も悪くなりますし、その地域の治安の悪化にもつながってしまうので、まあ、そういうところからこういろいろ町のためにできればなというのは一つ思っております。実際に利用されたお客様からも感謝の声が数多く届いていた。まさに本当に助かりましたというお手紙がたくさん届いているんですが、今日はその中からお一方ご紹介したいと思います。遺品整理をお願いしましたという方ですね。母が亡くなり家の中の片付けをしなければいけなかったのですが、何からしていいのか全く分からず困っていました。そこで業者にお願いしようと思い電話をしてみました。初めは不安でしたが、実際に見積もりに来てくれたスタッフさんがとっても親身に話を聞いてくれて、いろいろな提案をしてくださいました。しかも遺品の供養までしてくださり、とても助かりました。作業中も丁寧でスピーディーにやってくれたおかげで、あんなにたくさんあったものもたった2日で終わってしまいました。物がなくなり少し寂しい気持ちもありましたが、気持ちの整理もできたので頼んでよかったと思いました。暑い中作業をしてくださり、また丁寧に対応してくださり、本当にありがとうございましたという感謝のメッセージです。素晴らしい、ありがとうございます、人助けやな。本当ですね、遺品の供養もされるんですね。いわゆるその神棚とか仏壇があった場合というのは、そのまま捨てれることができないので、ちゃんとしたの供養をして処分をさせていただいているという形ですね。難しいよね、それぞれに思いがあったり、ね、いろんな使ってきたものがあったりするもんね。そっか、家族だからこそこうどう処分していいのかわからないっていうものも多いと思うんですよね。そうだ、その通りだね、そこをしっかりとやっていただいて、なんか次に進むっていう、はい、自分のまたね人生もしっかり生きていくっていう、なんかそういう手助けもなんかしてもらえるような気がしますね。そうですね、そういうことができればなと、はい、思ってます。でさっき遺品のお話ちょっと出ましたけれども、お手伝いを済んだ後の遺品もそのリサイクルに出すというケースもあるそうですね、はい、もちろんその整理をした後に、まあ、不要のものを不要品を回収させていただいて、まあ、リサイクルできるものはリサイクルさせていただいて、例えば海外に持って行って活用できるものも中にはあるので、まあ、そういうどんなものがあるんですか。まあ、例えば日本ではその古い冷蔵庫とかだと、まあ買う方はいなかったりするんですけども、まあ、海外であると必要としている方もいるので、まあ、そういうところをちょっとルートを持って、まあ、そういうのも一つ強みに、へー、はい、そういうルートまで終わりになるんですか。そうですね、はい、岸田さんは今その扱ってらっしゃる物件以外にも今新たに活動されていることもあるそうですね。はい、そうですね、東京青年会議場に去年の7月8月ぐらいですかね、やっと丸1年ぐらい経ったんですけど、まあ、そこで、まあ、地域活動をやらさせていただいております。どんなことやってらっしゃるんですか。まあ、子どもの、まあ、スポーツのイベントだったりとか、まあ、地域活性化として、まあ、商店街とその近くにいらっしゃる大学生とコミュニケーションを取って、はい、まあ、イベントごとをやったりとかですね、まあ、ちょっと多種多様にいろいろとやってる団体がありますでも街やっぱりその近くでね働かれてるその場所っていうのは大切ですもんね。そうですね、まあ、なぜ入ったかっていうと、その漠然と将来、まあ、子供のために何かできたらなって思ってた時に、まあ、そのお世話になってる先輩からですねお誘いいただいて入って、あ、まあ、結構楽しくいろいろやらさせていただいてます。青年会議所はすごくつながりがあるんですよね。そうですね、その地域の中が
で働かれてる方がみんな集まってそれ一つ起こすから、あれすごいですね。あのそうですね、うん、やりがいみたいな感じも、はい、なってきますよね。そうですね。その東京青年会議所の足立区委員会というところにいるんですけど、はい、まあ、それこそもう23区からあの西東京から、はい、本当に全国各地にあって、ね、あと世界にもありますので、まあ、そういういろんなコミュニティがあるので、はい、まあ、そういうのは非常に勉強になってますね。あ、はい、いい情報交換もできそうですね。そうですね、はい、人々の暮らしを支える住居から明るい未来の実現を目指す岸田圭介。そんな男が見据える今後の展望とは。今後の展望としましては、その足立区を中心にまず地域の活動として、足立区の、まあ、そういった業務あの助けることをちょっとやっていきたいなと思ってて、まあ、ゆくゆくはあの行政ともちょっとあの絡んで、あの行政もそうですし民間企業さん、まあ、いろいろとこう仲間を増やして、まあ、みんなでこう解決していければなと思ってますね、はい、いやもうますます地域がね、うん、はい、明るく大変なこともね、うん、あの役割としてね、うん、あのしていただいてると思うんですけども、ますますこう活躍してほしいね若い力として、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。